はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ギャンブル依存系実況者リュウです。さあ本日なんですが、ですね、最強の時の魔導士というモンスターをね、これをね、使って無限ループ先行ワンキルをやっていきたいと思います。本日は一人ネタレッキ選手権です。はい、うちのねディスコードのね、衛星ネタデッキ王ことシャルルマーニ大先生からちょっと間接的にギミックを教えていただいて、うちのカムカイメンバー経由でこの時の魔導士っていうモンスターを無限に使いまして、一旦でこいつの効果を8回使います。はい、8回以上かな、8回かな、8回くらい使って相手のライフを焼き切ります、先行で。はい、そういうやばいデッキですこれ。どういう風にやっていくかっていうと、ちなみにこいつの効果ね、フィールド上の、モンスターを全部ブラックホールしまして、で表側の表示で破壊されたモンスターの元々の攻撃力を合計した数値の4分の1のダメージを、コインを投げて当たったら相手に与えるっていう、で外れたら自分が受けるみたいな感じの効果なんですけど、こいつをね無限に出すことができれば、無限にこいつの効果を使いまして一生この2000÷4 で500のバーンダメージを与え続けることができるんですね。だからもう相手の顔面にその500っていううんこを投げ続けることができるんですよ。無限に出し続けることができれば。でこの永久期間をどうやってやっていくかっていうと、ブランチ2枚発動しとくんですよ。で融合してこの魔界発原生行きバスっていうのと、パラサイトフュージョンなんていうこのモンスター2体で融合していくんですよね。で、まあ、これ召喚条件時の魔術師と効果モンスターなんで、パラサイトフュージョンなんかが融合代用モンスターになって、でこいつが効果モンスターなんで、これで出せるということなんですけども、このパラサイトフュージョナーは特殊召喚に成功したら融合ができる、フィールド上のモンスターで融合ができるみたいな効果で、バスは墓地へ送られたら自分のまたは相手の墓地のモンスターを一体デッキに戻すっていう効果を持ってるんですよね。だからバスでね、特急の魔導士を回収するんですよ。墓地送られた時の魔導士をバスで回収して、で、フュージョナーを特殊召喚した時の効果でフュージョナーで時の魔導士を出すみたいな動きを無限にやっていけばいいんですね。でこれをブランチを2枚発動しておくことによって、発動可能になります。これブランチは、戦闘効果で融合モンスターが破壊されたら、その融合素材に使った、素材のモンスターを墓地から特殊召喚できるっていう、これ単位制限ついてない効果があるんですね。だからこれ2枚発動しておくと、その時の魔導士が自分で自爆して自殺して破壊されるとこう2体戻ってくるんですよ。時の魔導士自爆自殺する、でブランチ2枚で2体戻ってくる、でまた、バスで回収して融合して、で時の魔導士以下略みたいな、以降無限ループみたいなことができるんですよね。これマジでネタデッキ選手権優勝できるんじゃねえかレベルのやばすぎるデッキになってますんで、皆さんもねぜひね、ギミックをちょっとご体感いただければなと思いますんで、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。ちなみに撮影時間2時間かかりましたんで、めちゃくちゃテンションが低いです最初、すいません。デュエリスト行くぜ。よっしゃ、ワンチャンあります。行くぜ、モンスターを特殊召喚、モンスター効果。ワンダーワンドから引いてるときめちゃくちゃ弱いんだよな。頼むぞ、モンスターを特殊召喚。馬の骨になる確率何パーセントくらいなんだろうね。行くぜ、モンスターをエクシーズ召喚。シャインエルファイ、モンスター効果。馬の骨に来てな。よし、モンスターを。どうせ引けないんでしょう。どうせ引けないんですよこんなの。装備魔法だぜ。引けるんですね。魔法カード。あるか、ワンチャンあるか。あー悪くない。あ、間違えた。うわ最悪だ。あでも強い、なんか強い。やべえ、間違えた、完全に間違えた、完全に間違えたけど、なんかなんとかなってる。運命力で、え、これなん、いやなんか奇跡的に繋がった。危ない、完全に間違えた。あ、強い、なんかして間違えたけどめっちゃ強い、なんか間違えたのにめっちゃ強いぞ。あと残りデッキ2枚になるな。これワンダーバンド1枚引いたらもうこれ引き切るぞ俺。これワンダーバンドマジでワンダーバンド。頼むぞ、こうでしょ。で
じゃ本当はそうなんですよ。あのね、あれだったんですよ。戻してからじゃないとダメだったんですよね。弾は戻す必要があったんですけど、まあいいや。でこうして、でこれワンダーワンド、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 よよし、オッケー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 、来た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 、これでデッキを全部引けるんで、創造の代行者ビーナス効果、はい、弾出していく、で弾出していく。こっからはですね、皆さん、あのやばいことが起きるんで、ぜひ活目せよ。とりあえず全部デッキを引きましたと。でコンボパーツは5枚なんで、まあ、言うてね、結構ね、あの決まりやすくはあるんですけど、はい、せい、はい、でブランチ発動、でブランチ発動で融合発動、さあ時の魔導士を融合召喚するぜ、融合召喚、そして魔界発厳選、これはもう何でもいい、バスの効果で戻して、で時はの効果、とりあえず表でを宣言することにより運を味方に、もちろんこれ以降俺はコインは表しか出ないぜ。そしてブランチの効果を発動、ブランチの効果は融合モンスターが効果で破壊された場合、墓地から融合スターに使ったモンスターを特殊召喚できるっていう効果があるか、これを2枚発動しておくと毎回戻ってくるぜ。そしてパラサイトフュージュラーの効果を発動、もう一度融合召喚をすることができるぜ。そしてバスの効果、バスは墓地を送られた場合、なんと時間を戻すことができるぜ。そして時の魔導士の効果を発動、コインはもちろん表しか出ないんだよ、おりゃこれが史上最強無限ループパラサイトフュージュナーを特殊召喚、パラサイトフュージュナーを特殊召喚し、バス特殊召喚し、パラサイトフュージュナーの特殊召喚成功時効果発動、時の魔導士をもちろんもう一回融合召喚していくぜ。そしてバスの効果発動、うおー戻れー、うおらー最強残りライフ100なのでシャークさん、もう最後これ裏出して自殺しちゃうからこれやばい、時間残り20秒やばくない、これ俺回して、俺自分で全力で回してただけなのに、これ残り時間20秒やばいでしょこれ、やばこのデッキ、いくぜタイムルーレット、タイムマジックネタデッキ選手権優勝できそう。